何作ろうかな。どこに入れよう。考えすぎかな。何入れようかな。レベルアップ。考えすぎかな。何作ろうかな。どのくらい作ろうかな。よし、いけ。必要。どれにしようかな。材料は、材料は、入れる場所は、どこに入れ、何入れようかな。考えすぎかな。入れる場所は、材料はどこに入れよう。材料はレベルアップ。何入れようかな。何入れようかな。入れる場所は、何入れようかな。考えすぎかな。材料は、入れる場所は、こんな、よし、行け。どれにしようかな。どう強くしよう。お、少しのんびりできそう。今からやろうとしてることを説明するには、まず旅の目的から話す必要があるんだ。ディアン、ちょっと長くなると思うんだけど、聞いてくれる？もちろんだ。むしろずっと気になってたぜ。俺たちの世界だけじゃなく、丸ごと別の世界まである。全部本当の本当だよ。それに私たちだってほんの一部を知ってるだけ。信じられないくらい広いんだよ、全ての世界が。異界については分かったが、そこに繋がる門を探すのがお前たちの目的か。
正確にはアンペルさんとリラさんの目的だね。私たちは竜の風跡について調べてるの。聞いたことないな。風、竜の嵐と関係するものか。かもしれない。アンペルさんたちは異界の門と竜が関係していると掴んでこの地にやってきた。ライザさんたちは島に刻まれた万象の大典に関係する竜の風跡の手がかりを求めてやってきた。そういうことで合ってますか？うん、間違いないよ。そして二つの謎の答えはきっと遺跡の奥に隠されてる。だからディアンにお願いがあるの。どうしても私たちは遺跡の奥を調べたい。そのために千里眼を止めて中に入る必要がある。何？だからディアンにはこのことを黙っててもらいたいの。お願い。いいぜ。俺は賢者様にもデアドラにも報告しないって約束する。ただし条件がある。俺もその異界って場所に連れてってくれ。それは私たちは全然構わないけど。種拾いの戦士なんだよね。お仕事はいいの？それにデアドラさんって確か親代わりっていいんですか？知るかよ。俺の人生は俺が決めんだ。はあ、いつもこうだ。俺は間違ったことを言ってるのか。俺の人生は俺が決めるか。ディアンの気持ちは分かったよ。でもまだ門があるかどうかすら分からないんだ。遺跡の調査が一段落するまでは一緒に行動する。それから先は改めて考えるでもいいかな。まあそれなら分かった。けど遺跡の千里眼はどうするんだ？大丈夫、それについては考えがあるんだ。機能を邪魔する道具を作ろうかなって。 すげえ、そんなものが作れるのか。うまくいくかはわからないけどね。早速作ってみるよ。学園で学びはしたが想像以上に偏僻な場所だな。いや、空間島もそうか。どれにしようかな。材料は入れる場所は、マテリアル缶開放。
何入れようかな。材料はレベルアップ。入れる場所はどこに入れよう。こんなか、よし行け。よし完成だね。これは？あの装置の機能を邪魔するための鈴だよ。うまくいけば止められるかも。ライザさんの調合にはいつも驚かされっぱなしですね。すぐにでも試しに行くか。いやちょっと待って。ねえディアン、アンペルさんと話すだけでもできないかな。ああそうだな、無事だけでも確認して方針を話した方がいいかもな。正面から行くと怪しまれるだろうから、こっそりだな。それに見つかりにくい夜がいい。本当に会話だけでいいなら俺が手引きできると思う。わかった、それで行こう。よし、夜になったら現者屋敷の裏に集まろう。なるべく目立たないようにな。あそこに立ってるやつは何をしてるんだ？気になるな。源者屋敷の裏に向かうなら夜のうちに。うちの里は人を呼び寄せないようにしているところがある。田舎なのは当然だ。俺各地を旅して見てきたけどさ、実は俺らの村より小さい村落って思ってる以上にあちこちにあったぜ。うちの里より小さいところもあったのか。ああ、それも人を嫌って奥にこもってる家族なんかしかいないようなところじゃなくてよ、ちゃんと村として成立してるような大きさで、それでも俺たちの村よりもっと田舎のところな。空間とクソ田舎だと思ってたけど、各地を巡って戻ってきてみるとさ、割と栄えてるじゃんって思ったぜ。はあ、そんなものなのかな。いまいちピンとこないけど。ああ、あと偏見かもしれねえけどよ、そういうとこって割と偏屈なやつが多いと思ったな。こうよそ者に対して厳しいというか、ジロジロ見てくるというか。それはレントの格好がいけないんだと思うよ。この衣装は里中で見られるけど、どうもかなり古い時代に作られたものみたいだ。俺が気づいた時にはすでにあった。だからそれくらいは古いぞ。いや、その程度の話じゃないんだ。もっと古い、何百年も前とかそういう話だよ。そんな昔のこと俺にはわからない。
俄然この里に興味が出てきたよ。歴史なんかについても知りたいな。何かこの里の歴史についてわかるものはないかな。私なんとなくタオがまたそういうこと言い出すだろうなって思ってたよ。ほんと好きだよね。案内してくれと言われたから連れてきたけど、俺もこんなものには別に興味ないな。だから歴史ってのもよくわからないけど、それはどういうのがあればわかるんだ。一番いいのは文献かな。昔のことを書き残した書物だよ。この里にそんなものほとんどないと思うぞ。そうなのか。じゃあこの里では昔のことはどうやって後世に伝えているんだい。昔話とか物語とかでだな。結構面白いぞ。口伝ってことか。空剣島にもわらべ歌とかあったし、似たような感じなのかな。あの王都にだってあった。書物があろうがなかろうが、口伝って結構あるものなんだな。みんな難しい話をしてるのか。さっぱりわからないぞ。これも使えるのか。一応はお忍びの階段だぞ。そう大声を出すな。ごめん、久しぶりでつい。ああ、一年ぶりくらいか。といっても、お互い顔は見せられないな。なんだよ、二人とも全然元気そうじゃねえか。捕まったって聞いて心配してたんだよ。怪我や病気はしてませんか。当たり前だ、私がついているんです。そりゃそうか。やれやれ、あの頃に戻ってるな。話したいことが本当にたくさんできちゃってさ。そこから出られないの。なんなら今すぐ出そうか。だから議長するようディアンに言いつけたんだぞ。我々には我々の算段がある。出るときは勝手に出るから心配するな。わざと捕まってるってのか。まあそんなところだ。当面はお前たちの方で探索を継続してくれ。我々の方からも情報を出す。本当に昔のことを思い出してきたよ。遺跡の調査は進めておくよ。二人が調べられなかった奥の方も行けそうなんだ。あの辺りは人の手も入っていない。私たちも十分に調べられていないから慎重にな。やっぱり異界の門があるのかな。私の見立てではな。竜の嵐が果たして大進行を示しているものかは分からない。ねえパティ、たびたび話に出る大進行って何。異界の門から敵フィルフサの大軍が現れ、土地をめちゃくちゃに荒らす現象みたい。私もこの目で見たわけじゃないから実際にどれくらいひどいのかはわからないけど。
その大信仰ってやつが里だと竜の嵐と呼ばれてるって考えたわけか。レント、タオ、この辺りの地図は役に立たん。自分の目と足で地勢を感じながら進むよう心がけろ。奴らの痕跡を見慣れたお前たちならそれをたどって門までたどり着けるだろう。たく、責任重大なことを弟子に押し付けてくれるぜ。私たちの方はもう少し時間が必要だ。しばらくの間任せたぞ。うん、夜は思わぬ危険と遭遇する場合もある。普段とは違う魔物も出てくるかもな。ここがいいな。準備が整ったら。この辺りって興味の湧くものがたくさんあるから、見てると時間が足りないよ。それじゃあ試してみるよ。お？止まったか。うまくいったみたいですね。よしよし、やっぱり私の考えは間違ってない。今の私ならあの扉も。ごめん、奥に進む前にもう一つ試したいことがあるんだ。試したいことですか？前に開かなかったあの扉、今なら開けられる気がするんだ。あそこが開けば里との行き来も楽になる。行ってみようぜ。試しに表側まで回ってみよう。こんなところに案内が必要ならいつでも言ってくれよ。面白いとこたくさん知ってるからな。Thank you.